どうもこんにちは、太郎です。スキャリーモンスターズ週末ハロウィン続きやっていきましょう。多分今回で終わるんじゃないかな。またやっていきましょうね。やめてくだされ 5-10。 これ誰のセリフだろう、全然わからんな。やめてくだされ。ねえイリア君、その頭じゃ食事無理じゃない空気かこいつ。これでいえ、拙者にぎやかなハロウィンでも胸がいっぱいなんで食事はいいんで。絶対恥ずかしがってるだけでしょこれ。そんなことを言って本当は腹が減っておるのじゃろ。どれ、わしが兜の隙間から美味しそうなテリーヌをねじ込んでやろうぐいーって兜があるから大勢の前でもなんとか平静を保ってられるんだ。ほっといてくれ。二人とも別に無理強いしなくても。植物園のスケルトンだ。ん？スケルトンの仮装、怖くてかっこよくて最高でした。私は図書館のプロジェクションマッピングが好き。家に帰ったらパンプキンフォロー見てみます。これは良かったな、アイデア。マジか、竜の迫力本当にすごかった。しかも最後のパレード最高に盛り上がりました。ナイトレイブンカレッジのハロウィン本当に面白かった。絶対にまた遊びに来ます。あはは、そんなに目をキラキラさせることじゃないって大げさだな。ひひひ、何それ、絶対とかそんな簡単に言っちゃっていいんでござるか。なんだかんだはしゃいでるっていう。さては照れておるな。いやいや、そんなわけないじゃん。そうでござるよリリア氏、拙者はそんなピュアじゃないですし。ケイトはともかく、イデアは顔が見えないから照れ隠しなのかどうか俺には全然わからない。おお、チュイニャ君突然出てきてびっくりした。そうだにゃ、もっと歌い出すくらい喜びゃいいのに。ロイヤルソードアカデミーやっぱ来るのか。気づくの遅、トレイ。おめあらが間近めでずいぶん噂になってたもんで遊びに来たがね。めっちゃ豪華だな今回のイベント。大丈夫大丈夫、こんなにたくさん人がいるんだし、パリやしにゃーよ。タブト外してよ、やっぱ顔が見えてないのフェアじゃないでしょう。やめてくだされイデアのセリフだったか。引っ張らないでくだされ。ケイト氏だってベール着用ではござらんか。賑やかじゃの、やはりハロウィンはこうでないと。ん？なんだろう。そういえば会場のどこにもマリウスが見当たらん。さっき言ったよ。そうそう、どっか行っちゃったのかな。マリウスってやっぱこうやって突然いなくなってんの、いつも。どうなんでしょう。続く。ストーリークリア。お、オンブル寮に帰ってきましたね。確認したいことがあるんだ。何でしょう。これマリウスかな。あ、グリムを探しに行ったのか。どこに行っちゃったんだろう。人の子よ、少しいいか。おら、一人でパーティー会場を出たのが見えたので、ゆっくり話せる機会かと思ってな。なんでしょう。ナイトレイブンカレッジのハロウィンは楽しかったか？楽しかったよ。上にしとこっか。それは、よかった。なんだ？気にしてくれてたのかな？いろいろあったが、僕も
オンボロ寮で楽しいハロウィンを過ごすことができた。やっぱマリウスって結構オンボロ寮になんか思い入れあるよね、ずっと前から。たった7日間だったが、今年のハロウィンは僕にとっても特別なものになった。なんかそうやって言ってもらえるとこっちまで嬉しくなるね。ハッピーハロウィン。うお消えちゃった。ハッピーハロウィーン。ん？デュース。グリムが見つかったぞ。これ、ご飯食べすぎてぶっ倒れてる。どうだろう。続く。ストーリークリア。短かったね、今の話。行きましょう。ハッピーハロウィーン。グリムどこで見つかるんだろう。オンボロ寮。どこだ？グリムが見つかったぞ。何してんだろうね、グリム。来たか。リーチ先輩とシェーンハイト先輩が捕まえてくれたんだ。グリムくん、ちょっと目を離した隙に僕のお皿のカルパッチョを食べてしまったんです。こんなにたくさんの料理があるのに、どうして人の皿の上にあるものを取ろうとするの？テーブルの上にある食い物より、人が持っている食い物の方がうまそうに見えるんだぞ。最低の舌を行くマナーね。こんなのと連帯責任とか嫌だし。悪い子ですよね。カルパッチョの代わりにグリム君を食べてしまいましょうか。お願いします。そんな脅し俺様には通用しないもんね。油断する方が悪いんだぞ。魔法の呪文トリックアトリートで1ヶ月分のお菓子も集めたし、あー今日が終わってほしくないんだぞ。グリちゃん、それにみんなも出したよ。僕たちに何かご用ですか？ゴーストちゃんから相談があるんだって。なんだろう。そのね、こんなに素敵なハロウィンはわしらも長いゴーストせいで初めてで、ずっとずっと先まで思い出せるようにどうしても形に残したいんだ。それで警棒に相談したんだけど、もし嫌じゃなかったら俺たちが写真に写るハロウィンのうちに間近めに、お、みんなとの集合写真をアップしてもいいかな。なんだ、責任感じてんのかな、こいつら。かわいいな。そうだよね。あんな騒動があった後なのに、僕たち、ちょっとずうずうしかったかな。ゴーストさん。そんなの、もう決まってるじゃありませんか。飛び切りのポーズで写ってあげる。ハロウィン限定のサービスよ。いいのかい？安心しろ。またモンスターがやってきたら、今度は俺様がみんなを追い払ってやるんだぞ。お菓子分は働いてもらうとな。ねえ、頼もしい。頑張れよ、グリム。オッケーしてくれるって言ったでしょ。みんな、ありがとう。さっさと撮りましょう。ハロウィンパーティーは始まったばかり。この後もたくさんのゲストをおもてなししなきゃ。そうだね。さあみんな、ぎゅーっと寄って寄って。つけるから大丈夫でしょ。そういう問題なのかしら。どんな感じで写真撮るんだろうな。
俺様が一番目立つように持ち上げるんだぞ。かわいい。レンズをしっかり見ておくれ。せーの、ハッピーハロウィーン。うん、おいいっすね、これみんなで釣ってる。終わった。ハッピーエンドだったな。ストーリークリア。お、マリウスついにゲット。面白かった。ストーリークリア、エピソード5もクリアですね。いやー、長かったですけど面白かった。ボリュームもあってね、豪華でした。なんかいろんな量の、なんだろう、ハロウィンの催しのなんか工夫の仕方とかさ、マジカメモンスターの驚かし方とか、結構量ごとで個性が出て見ててすごい面白かったです。じゃあマリウスくん、ちょっとゲットしに行きましょうか。これはなんだ。お、星のかけら。はい、マリウススケアリードレス受け取り。めっちゃかっこいいな。ハロウィーンは死者も生者も種族関係なく楽しめる祭典だ。お前も存分に楽しむがいい。めっちゃかっこいい。じゃあミッションちょっとやっていきましょう。もうね、リリアが可愛すぎてずっとホームに落ちた。マリウスはいた。この仮装はドラゴンではない、竜だ。ドラゴンと竜は違うってずっと言ってたもんね。寮生たちは衣装を気に入ってくれたようだ。皆声を上げて喜んでいた。悩んだ甲斐があったな。育てれた。結構楽しんでたよな、マリウスも。ハードレベル、まあ、20ぐらいにしようか。こんなもんかな。そうか。お、お、お。お前の献身に報いなくてはな。マジか。なんでもない時にエクセレント初めて出たかもしれん。びっくりした今。エピソードレベル上げましょう。これね、ポチッと一気にいっちゃってもいいんだけど、飛行術ちょっとやりたいので、レベル1ぐらいにしとこう。これで、お前は僕を恐れない。そんなお前を失うことが僕は恐ろしくなり始めている。そうなの。なんかちょっとずつマリウスとの信頼関係築けていってる感じがする。これでスタンプ全部クリアですね。 OK、 終わった。ミッションコンプリートやりました。面白かった。よいしょ。はい、ではこれでスキャリーモンスターズイベントは全て終了ですね。次回からはパーソナルストーリーちょっとずつやっていきたいと思います。ガチャもちょっと引きたいですね。全然引いてないからね、今回。まあ、またやっていきたいと思います。もう少しね、イベントやっていきたいと思います。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。